ランディ・バーンズはアメリカの砲丸投げ選手。1988年ソウルオリンピックで銀メダル。1996年アトランタオリンピックで金メダルを獲得した。ドーピングで国際陸上競技連盟から出場停止処分を受けたことでも有名。ウェストバージニア州チャールストンに生まれ、高校で砲丸投げを始めた。 1985年には5 4キログラム砲眼で2 0 3 6ルという目覚ましい記録を示した。チャールストン郊外のセイントアルバンス高校を卒業後、テキサス A&M 大学に入学し、7 2 7ラムのフルサイズ砲眼でランディ・マットソンが持っていた大学記録を破る2 1 8 8ルを投げた。22歳で1988年、 ソウルオリンピックに出場し22.39メートルで銀メダルを獲得した。これは東ドイツのウルフ・ティンマーマンの22.47メートルに次ぐ記録だった。1989年1月20日、ロサンゼルスで開催されたサンキスト・インビテーションにおいて22.66メートルの室内世界新記録を出した。この記録はこの時点における 自身の屋外での自己新記録をも超えるものだった。1990年5月20日、ウルフ・ティンマーマンの持っていた屋外世界記録を23.12メートルで破った。同年8月7日、スウェーデン・マルメで筋肉増強剤メチルテストステロンの検査で陽性となり27ヶ月間の競技参加の停止処分を受けた。停止処分撤回を求めて提訴したが、敗訴。 この参加停止処分により1992年バルセロナオリンピックへは出場できなかった。1996年アトランタオリンピックでは最終投てきで21.62メートルを投げ8年前に逃した金メダルを獲得した。1998年マーク・マグワイアが使用したことで知られる市販の補助薬筋肉増強剤アンドロステンジオンで陽性反応を 示し、競技資格を剥奪された。バーンズはアンドロステンジオンが禁止役であることを知らなかったと主張したものの、就寝の停止処分は覆らなかった。2021年6月18日、ライアン・クラウザーによって、バーンズの作った屋外世界記録は31年ぶりに破られた。ありがとうございます。